The Samurai Ken's Channel。 こんにちは、サムライケンです。皆さん、スムース Q の使い勝手はいかがでしょうか。私もですね、先日、千葉の勝浦に行って、その帰りですね、横浜の夜景のイルミネーション、これを撮りにですね、行ってきたんですが、その時にこのスムース Q と、それからこちらですね、E4K のアクションカメラを組み合わせて撮影してきたんですが、本当久しぶりでしたね、これを使うのが。さて今回はですね、私のチャンネルの視聴者の方から質問がありまして、一つは、このスムース Q のバッテリー残量が分かる方法はないですかっていうのと、もう一つがバッテリーを充電している時に充電が完了しましたよというなんか印は出ないんですかというね、そういう質問をいただきました。とても嬉しい質問ですね。そこで今回はそういった内容を中心にですね、このコントロールパネルの基本を説明していきたいと思います。はい、この部分がコントロールパネルですね。こんななってます。ではですね、右上から言いますとステータスインジケーターで、その真ん中がジョイスティック、右下がシフトレバー、左が電源スイッチのボタン、モードボタン、これがバッテリーレベルインジケーターになってます。まず電源ボタンから説明していきますね。まあ、これですね、この電源ボタンには2つ働きがあります。1つ目はもちろんこのスムース Q の電源をオンにしたりオフにしたりする働きですね。でもう1つがですね、こちらはスマホのシャッター代わりになるんですね。そういうシャッター代わりに使うためにはスマホに ZY プレイというアプリ、この専用アプリを入れて、で Bluetooth で繋がないとこれがシャッターの代わりにはなりませんので注意してください。まあスマホ以外のこういうアクションカメラとかでね、撮影する場合はこれには専用のアプリはありませんから、こちらシャッターの代わりにはなりません。次にこのステータスインジケーターなんですが、これにも2つの機能があります。一つがですね、電源を入れたり切ったりするたびに黄色いライトが3秒間点滅して知らせてくれます。で、2つ目ですね、これが大事ですが、充電しているときに点滅して充電中ですよっていうことを教えてくれます。で、充電が完了すると点滅していたものが点灯に変わります。はい、次がですね、このモードボタンですね。こちらはそうですね、このモードボタンの使い方を詳しく説明した私の動画があります。こちらですね。ですからぜひこちらを参考にしていただきたいと思うんですが、ですから今回簡単に説明しますと、このスムース Q を立ち上げた時にはデフォルトで、パンフォロイングモードになります。パンフォロイングモードって何っていう方はこちらの動画ね、見てくださいよ。で、これを1回モードボタンを押すとパンフォロイングモードからロッキングモードに変わります。で、もう一回モードボタンを押すとパンフォロイングモード、もう一回で、ロッキングモード、まあ、行ったり来たりするわけです。で、2回押すとフォロイングモードになります。パンフォロイングじゃないですよ、フォロイングモードね。で、その状態でもう一回このモードボタンを1回押すとそのフォロイングモードになる前のモードに戻ります。それからもう一つですね、この、モードボタンを3回続けて押すと、じゃあ3回押しますね。そうするとこういうふうに、レンズから自分を撮る自撮りモードになります。で、次にですね、このスムース Q のバッテリー残量はどこでわかるんだっていうね、そういう疑問が湧きますよね。このスムース Q の専用アプリのやはりゼアン
アシスタントというアプリがありますね。こういうやつですが、これは残念ながらですね、ちゃんと機能してません。いつ測っても 100% のバッテリーを示してるんで、びっくりしました。早く直してほしいですね。ではバッテリー残量の説明に入りますが、で、そのバッテリー残量を教えてくれるのがバッテリーレベルインジケーターです。スムース Q の電源が入っているときに、左上のバッテリーレベルインジケーターが青く点滅します。その点滅の仕方でバッテリーレベルがわかるんです。バッテリーが 76% から 100% だったら、このように4回点滅します。で、次に、51% から 75% の時は3回点滅します。これは映像がないですが、26% から 50% の時は2回点滅。で、1% から 25% の時は1回点滅します。このジョイスティックの説明ですが、これはカメラのマウントを上下左右動かすときに使いますね。で、この動かすスピードの設定変更とかですね、この方向、これは設定で変えられますので、その設定の変え方はこの動画ですね。こちらを見ればわかります。私、スムース Q に関する動画たくさん作ってますんで、ぜひ参考にしてください。では最後がこのシフトレバーです。これはちょっとね、癖がありますんで、ぜひご覧になってください。このシフトレバーを使うためには、スマホと Bluetooth が ZY アプリでつながってなければなりません。その上で、このシフトレバーは2つの機能があります。1つはズームインですね。そしてズームアウト。そういう機能です。で、2つ目がアウトカメラで映してたのをインカメラで映すようにする、そういう、カメラの切り替えの機能があります。シフトレバーを下に1回下げると、ある倍率でズームされます。注意することは、このレバーを下にずっと下げ続けないことです。そういうふうにしてもですね、レバーは反応しません。一回だけ下にレバーをちょんとね、下げるだけです。一回下げて、どのくらいの倍率でズームされるのかは、まあ、ユーザーズガイドにも書いてないんでね、ちょっとわかりません。ズームを戻すときは、上にレバーを一回上げます。で、これもやっぱり1回ずつね、少しずつ戻すしかないんですね。1回のレバー操作で最高倍率のズームアップはできないということですね。ですからもしズームアップしたいということであれば、 iPhone の画面でピンチアウトしてズームする、それがまあ便利ですね。で、2つ目の機能がですね、レバーをずっと上に上げ続けるとですね、アウトカメラで撮影していたのがインカメラに変わり自撮りする形になります。つまりカメラの切り替えが行われます。以上でコントロールパネルの説明は終わりです。まだまだですね、このスムース Q 完成した製品にはなってませんね。ぜひ、一歩一歩前進してですね、完璧に近い形になるようにズィアンさんには頑張ってもらいたいですね。いろいろわからないところとか質問がありましたら、どんどんしてください。ではこの辺で、さらばでござる。